はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。スピリットフェアラーの続きをプレイしていきたいと思います。とりあえずフランシス G さんが久しぶりに来てるんで、新しいお使いかな。お使い、洋梨まだ作れないんですよね。あ、麺、これを植えて成長すれば麺が作れるのかな。よし、じゃあこれ交換してとひまわり、よし、で、売却結構溜まってますからね。この辺全部売って、お、一気にお金が、果物もこんなにいらないですね。あ、コーヒー振ってしまった、間違えた。よし、で、購入、奇妙な種1個、よし。あ、で、貝を取って。で、どこに行くかですね。マグロ。マグロはもういいかな。ここに立ち寄って、ローンバーグ。あれですね。アスリートさんの元旦那さん、ジョバンニがいるんじゃないかっていう街がここですね。じゃあまずここに立ち寄って、じゃあこれを成長させましょう。あ、釣りしたかったな。まあいいか。待って待って、ズームアウトしてるやりづらい。よし、とりあえずこれで OK。 洋梨、洋梨もあったぞ。あ、でも、あ、すごい当たりだ。あれだの、果樹園がないですね。もう一個作らないといけない。
洋梨果樹園ですもんね。で、果樹園2つしか植えれないんで。どうしようかな。とりあえずロンバーグ。あ、ネビュライトがない。果樹園もう一つ、とりあえず適当に。サマーさんがわからないんですよね。あと一つが、とりあえず動物系はダメなんですよね。サラダが大好きで、デザートが好きで、1個ハテナ。この辺は私だし、焼き野菜ダメか。果たしているのか。彼はここにいた。感じるんだ。無理にとは言わない。でももしよかったら探してくれと。あ、これ買っておこう。10個ぐらい。ワイヤーロープ、ガラスはすぐ作れるから。あ、でも一応買っとこうかな。よし、ちょっと買いすぎたかな。まあいいか。Thank you.
影がある。え？これジョバンニかな？ジョバンニも乗客？うん。早速ナンパしてきたな。ジョバンニだな、きっと。君をピーナッツちゃんと呼ぼう。うん、ジョバンニって名前の人を探している。私を探さない人なんていないからね。私がジョバンニだ。ジョバンニ、レオネ、フォルミ、ダビーレ。こう言ってはなんだけど、君はちょっと若すぎるかな。あ、どうするんだろう。お、あ、すぐに行く。あら、意外にあっさり。いつもこんな調子。本気なのか、やけそになってるのか。気まぐれ、気分屋なのかな。またすぐいなくなるかもしれないですね。この家には入れない。なんだろう、なんかラーメンみたいな映ってたけど。穴がある。お、お、新しいレシピ、ビーフフォンデュ。こういうので使うんじゃないのかな。そのさっき買ったロープは。これまた違うんだ。よし。これはなんだ。ライオンっぽいけど、アストリートさんもライオンっぽいんですよね。よっしゃ、行ってみよう。で言ってるのか嘘なのか。朝に来るんだった。この夜に。あんなことをしておいて。あなたを許してあげてもいい。身勝手な行動を取らないと約束するなら。いや、あんまり束縛するとまた逃げていくんじゃないかな。君にプレゼントを山ほど送り、二度と他の女性には色味を使わない。ああ、ジオって呼んでるんだ。
しばらくは私の子守りをしなくていい。いい。ライオンっていうぐらいが多分肉系ですよね。でも肉ないから、高級料理大好きなのかな。果樹園立ててあれ植えてないや。グサさんのは大遺跡ないですもんね。まだ足りないか。客室、アップグレード改良。ストリットさん、あ、しおれた植物、ここ改良してあげられますね。ちゃんとトナカイの星座がある。星がその下にあるの、なんだろう。果樹園ちょっと後で作り直さないとな、これ。まず洋梨1個開けとこう。
朝食。卵。朝食、料理の種類、朝食っていうのまた持ってないですね。これだ、多分。あの若ハテナの場所。卵ないもんな。あ、一個ある。いや、一個はちょっと使うのもったいない。間違えた。もういいかな。よーし。さすがに買いすぎたな、さっき。こんなにいらないか。癖が強い。うん。癖が強いのが好きなのかな。うん。話が長い。唯一無二の味。これを癖が強いなんていう人の気持ちは理解できない。ああ。お。好きなもの癖が強い。よし、で、めっちゃマグロいる。じゃあここですね。ここはあ、鶏肉売ってる。アリスさんとデートの約束をしている。確かそうですよね。うん、アリスと2人だけでノルドワイラー旅行。あ、ちょっとあれ作ろう。うわ、範囲狭っ。で、とりあえず一つぐらい残して、よし、アストリッドさんのここだ。依頼を攻めた不思議の国のアリス。ノルトワイラーを発見。
待って、俺ジョバンニさんからあれもらってないな。あの乗車券。多分これあれか。あ、アートゥルおじさんはもう全部判明。こんな好きなもの貸せよ。あ、何ですか。うん。一つお願いがある。ちょっと寄り道してほしい。君だけに秘密を教えてあげる。誰かさんをすっごく喜ばせたい。アソリッドさんかな。これ違ったら大変だな。あ、ボトムライン車。高級なチョコレートの詰め合わせ。チョコレートが大好き。濃厚で高級なもの。いや、アソリートさん高級なもの嫌いなはずなんだけどな。浮ついた買い物大丈夫。でもジョバンニは高級料理好きなんだ。そっかそっか、食も合わないんだね。ありがとう。うん、嫌いなもの高級料理。エキゾチックは？はい、では今回はこの辺ですかね。次回アリスさんとあの街に行ってみましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。